司法記者は、由良秀幸による推理小説。出版後まもなく、元東京地検特捜部検事であった、郷原信夫が、由良秀幸は、自身のペンネームであることを公表した。元東京地検特捜部検事である筆者が、特捜部の捜査の実態や、特捜部と司法記者クラブのなれ合いを赤裸々に描く、社会派サスペンス。2014年5月。 ワウワウの連続ドラマ W で特捜のタイトルでテレビドラマ化された。小田都也は検事。数年の地方周りを経て念願の東京地検特捜部に移動を命じられた。配属された部署では長年の建設業界と与党民政党との癒着を立憲すべく脱税や増収賄の摘発に地道を挙げていた。小田は特捜部の幹部が描いたシナリオに沿って 教術を取ってくるといった特捜部の捜査手法や、正義と銘打たれた特捜部の捜査の実態が強引で応募かつ、図んであることに嫌気がさし、疑義を進言するが、それが元で担当から外されてしまう。一方、美人記者、桜井智子は、所属する毎朝新聞による元国交省の、収賄疑惑という大スクープから半年後、ライバル上記者、 岡野康幸のマンションの一室で殺害されてしまう。容疑者として逮捕された岡野は容疑を全面否認。そのことに違和感を感じた小田は岡野が弁護士長谷川に漏らした秘密の会話の内容をリークする。小田は不可解な殺人事件とゼネコの汚職事件の真実を解明するために日本最強の捜査機関特捜部との対決を決意する。特捜のタイトルで 2014年5月11日から6月8日まで、ワウワウ、連続ドラマ W 枠で放送された。ドラマ化にあたって、原作から一部の設定が変更されている。主演は、吉岡秀隆。共演は、三浦智和、新秘正保化。ドラマ、鈴木先生で第49回ヤラクシー賞優秀賞を受賞した、河合隼人と,と、滝本健吾が監督を務め、映画、 金融腐食列島、受縛、で、日本アカデミー賞優秀客本賞、映画、誰も守ってくれないで、モントリオール世界映画祭最優秀客本賞を受賞した、鈴木聡氏が脚本を執筆した。2015年1月に DVD 化された。特装に関するカテゴリー、ありがとうございます。